こんにちは、京都スバル高校吹奏楽部です。本日は部員38名で小さいお子様から大人の方まで楽しめる演奏をお届けします。それでは1曲目に参りましょう。1曲目にお送りします曲は悠久の国日本です。この曲は日本の情景を表現しており、幼い頃抱いていた恐怖感、そしてこれを拭ってくれる家族の存在、これこそ永遠に受け継がれるべき日本の姿と捉え作曲された曲となっております。それではどうぞ。Thank you.
の曲に行く前に少し宣伝です。本校では毎年スバルデパートが開催されます。スバルデパートでは1年生が企業様と連携して商品を販売したり、2年生では商品開発という授業で企業様と連携して開発した商品を販売したり、3年生はゼミでゼミ活動で企業様と連携して開発した商品を販売したりしています。日時は11月16日土曜日で行っているので、時間のある方はぜひお越しください。私は去年2年生の開発商品であったクズバーというものを食べたんですけども、クズバーっていうのは、アイス、溶けないアイスみたいなのがあって、それがすごくなんか溶けてもじゃないな、冷凍から解凍されてもプルプルした食感が楽しめて、いろんな商品があるのでぜひお越しください。それでは2曲目に参りましょう。スバルといったらこれ、フィンガーファイブコレクションです。どうぞ。
次の曲に行く前に余談なんですけども、私はカラオケでよく演歌ちょっと高かったんですけど、この高校に入ってからド演歌エキスプレスになって津軽海峡冬景色とか天城越えをカラオケで歌ったりするんですけど、すごくストレス発散にもなるし、すごいかっこいい曲なので、皆さんもぜひいろんなこの機会に演歌をいろいろ知って歌ってみてください。それでは次の曲に参ります。続いてお送りします曲はスバルオリジナルメドレーです。踊り子や歌い子たちもたくさん登場いたしますので、手拍子などしながらお楽しみください。指揮を振ってくれるのはひまわり笑顔のアイナちゃんです。それではどうぞ。Yeah.
Thank you.
高校学校吹奏楽部の皆様、素晴らしい演奏